こんにちは。まあよしよし、十分だろ。よし、パソコンの人いない、テレビもない、パンチバッグパンチバッグ誰もいない、クラウドだけ。よし、コンティニュー、続きましょう。子供バーテンダー、どうも、酒、話せない。じゃあ、ティーファ。おはよう、クラウド。よく眠れた。バレットのいびきがうるさくて、ティーファがそばにいたから。それどういう意味かしら。浮気。目の前の夫で。今回は、私も行くね。終わりか。今回は私も行くね。目標は5番マーコーローでだ。まず駅へ行く。詳しい作戦は列車の中でな。おお、クラウド。作戦の前に一つお前さんに聞きたいことがある。実はな、俺はマッティリアの使い方をよく知らねえ。拾ったマッティリアはお前にくれてやる。だから教えろ。さて、面倒だが説明しよう。はい、説明しましょう。アイテムを、おのずいどみどりマッティリアの使い方説明しよう。まずメニューを開く。基本創作なので、触れておこう。通常はメニュー三角ボタンだ。方向キーで指カーソルを動かして、はい、決定ボタン、関数ボタンで操作する。ここまではいいだろう。さて、このメニュー画面になったら、まずマテリアを選んでくれ。次にマッテリアをつけたい味方を選ぶんだ。ミティリア。ここで俺の武器に注目。それぞれの武器、防具には穴が開いている。マッテリアをはめたい穴を選ぶ。まあ、ティファの穴かな。そして、取り付けたいマッティアを選ぶ。これは回復マッティリアだ。取り付けた時の効果が知りたければ、チェックに指カーソルを合わせて、決定ボタン。装備してる武器、攻撃。これはバトルの時選べるコマンドと同じだ。カーソルは魔法に合わせて決定ボタン。使える魔法が増えているのがわかる。これで新しい魔法、ケールが使えるようになった。マテリア装着は以上で終了。それほど難しくはないだろう。マテリアを外したいときは、穴にカーソルを合わせて三角ボタンを、楽だ。一つだけ気をつけてほしいことがある。マテリアを装備すると自分の状態が変わる。強くなる部分だけかというと、逆に弱くなる部分もあるんだ。普通魔法マテリアをつければ魔力は強くなる。魔法が使えるようになるが、逆に力や体力は弱まる。
画面左のこの辺りにマテリアの影響の度合いが出る。調子に乗って魔法マテリアをつけすぎないことだ。サブメニューから戻るのはキャンセルボタン。いっぺんにいろいろ教えてもどうせ忘れるだろうから、また今度じっくりと高度な使い方を教えてやる。け、何がそれほど難しくはないだろう。だ、全然わからねえ。まあいいだろう。マテリアはお前が管理しとけ。マテリアシステム。メニューを開いてマテリアを選ぶことによってマテリアの村、いや、マテリアの付け替え替えができるようになります。クラウド、武器や2階のおじいさんから電源よ。あげたいものがあるからお店に寄ってだって忘れないでね。周りのお店頼むね。うん、お仕事頑張ってね。よし、クラウドに入った。マリンと話してた。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってまいります。何もね。じゃあ、おじいじ、これか、武器やどこ。みんな逃げた。じゃあ、この人の家入りましょう。これ、じいじ。は、息子はもう、旅立ちましたかな。こうして家内と私二人きりになってみるといやはや寂しいものですな。おっさん、奥さん、あんな子でもいなくなってみるとね、なんだか落ち着かなくて不思議なものね。トイレ、何かいる。トイレ、何かある。トイレ、スリッパ見える。これは何。あんな子でもいなくてもだ、ベッド、寝ましょう。はい、何もない。これは武器屋のジジイじゃない。もう話を聞いてくれる人がいないと情報を集めても知って仕方ないのよね。そうだ、あなた興味ない男さん、今度はきっとあなたでも興味の湧くすごい情報を集めて僕から楽しみにしておいて。といて、とりあえずジジイ、どうやって入るかね。ジジイ、お前ジジイ、武器屋、うん、おい客、買わねえとどんな目に遭うか想像してみりゃわかるよな。これは武器やかな。顔、アイアンバングル、ティファと、まあみんな強くなる防具のこと。アサルトガン、同じ、ダメ。これはシュルーダン、まあ、シュルーダーにいいかな。敵体に爆発ダメージ。号令からでも通常の威力。これは同じだけじゃない。まずアイアンバングル。みんなアイアンバングルかな。いや、まずし、まあまあ、まあ、とりあえずほっといて。他の武器あるかな。おっさん、湿気たすらしてんな。もしかして疲れてんじゃないの。家の3階で休ませてあげてもいいけど、それには一つ条件があるぜ。この俺に小遣いくれるならな。ジューギルド、しめしめ、いいぜ。部屋は自由に使ってくれ。まあジューギルド安いかな。好きなベッドで休んでいきな。いい夢見な、ようなおっさん。
Hitoka. Tehehe. Hitoban ja oboe kirenze o shiroto. Kuroto kana shiroto. Nanda. Orui ga nikai no aibo kara osowatte kuru. Ja nikai buki yasan kana. Chotomi yo. Ah, kochi ka. Sankai watashi tsukaeru heya. Sore wa nani? Save. Dare? Buki ka? Buki yasan. Zentai ka no matiera wo teni. Oh, nani ka mitsuke? Oh, sassoku teni ire mashita ne. Ima no wa materia desu yo. Kondo wa kono takarabako wo dozo. Ah, yasashii hito mitsuketa. Ore wa eteru. Eteru wo teni ireta. Ii desu ka? Konna takarabako ni wa otoku na aitem ga kakusaremasu. Bottle type ya fukuro type nado hoku ni mo shurui ga arimasu kara omigashinai you ni. Souda na, omigashinai you ni. Ja, kore wa? Dare? Ninmu no hito. Maedo onaji o shoushinsha no yakata kan kana kan da yo. Anta ga shiroto datte ka sono me wa sou janai te itte iru ze. Motto soryo o naru nameru na dore dake mono shiri ka oshiete yaru shikamo muryo de da. Nani ga shiritai n da? Takusan arimasu ne. Kore wa nan da to toru yo ka. Kiroku wo nakosu ni wa. Kiroku no torikata, save wo setsumei suru. Kiroku wo totte okanai to dou naru ka wakaru ka. Sou da, ima made yatta koto wa nai ni kaisuru. Kaisuru. Teiden wa itsu okoru ka wakarenai kara na. Sore ni nagai tatakai tomo nareba tsukare mo suru. Kiroku wo tori tekido ni yasumu koto mo taisetsu na koto da. De kiroku wo toru ni wa memory card ga itsuyou da. Muron kokora no mise de wa uttei nai. Sono te no honmono no mise de te ni ireru koto. Imo wa sitsumei dake dakara nakutemo ii hanashi dake kike. Memory card wo hontai wo shikkari sashikomu. Migi demo idari demo suki na hou ni sase. Sase kana. Kise. Junbi ga dekitara menu wo hiraku. Soshite save wo erabu. Watashi no jikan ka, 1 jikan ka. ただし、記録はいつでもできるわけではない。街の中ではできないことが多いな。セーブできる場所はセーブポイントと呼ばれている。呼ばれて。それに触れた時メッセージが出る。セーブできる場所を見つけたら、まずセーブだな。スロットを選んでください。カードがうまく刺されていれば、スロットの G が白くなるはずだ。本体にも1と2が書いてある通り。左がスロット1、右がスロット2だ。どちらか選べ。そしてファイルを選んでセーブする。1つのメモリーカード。メモリーカードに15ファイルまでだ。他のゲームファイルがあればそれ以下になる。ファイルは3つしか出ていないが、下にカーソルを動かせば現れる。ただしたくさんファイルを作ると遅くなる。ほどほどの数がいいだろうな。
あと一つ、メモリーカードはとてもデリケートにできている。西部やロードの途中で引っ抜くなどの乱暴はやめる。データが消えたりカードが壊れたりしても知らんぞ。また敵にやられて本体にやつ当たりするのもやめろ。そう、失敗しちゃった。以上、セーブを忘れて泣くことにならないように。かわいそう、最後の最後で失敗しちゃった。最後の最後、まあ知っていることは思うか。 HP は生命力、MP は魔法の元となる力だ。戦闘で HP がなくなれば戦闘不能になり、 MP がなくなれば魔法を使えなくなる。では傷ついた味方を回復するにはどうする。方法は3つある。1つ目は町にあるや宿屋などの回復ポイント。一晩寝れば HP、MP 全回復だ。二つ目はアイテムを使う回復。三つ目は魔法を使う回復だ。だが魔法については僕で説明する。国ではアイテムの使い方を教えよう。メニューでアイテムを選んでくれ。 HP を回復するにはするにはポーションの位置がわからない場合は整頓でアイテムを並べ変えられる。自分で好きなように並べ替える。あとで自分の使いやすい順にするといい。戦闘時以外、このメニューで使えるものを整理。これは戦闘時に使えるものはそらそらおものを整理。大体のアイテムは戦闘中にも使える。戦闘時に投げることができるものを 上に武器や防具といった種類ごとにする。名前順、個数が少ない順。ついでに言っておくと、このキーアイテムは文字通り使うことはできないが、問題を解く鍵となる。大切なアイテムだ。参考にしてくれ。さて、スカイを選んで、ポーションを選び、スカイタイム型を選ぶ。すでに満タンの場合は使えないぞ。MP の回復はエーテルを使う。使い方はポーションの場合と同じ。味方を選んで使えばいい。アイテムな能力の数字は個数を示す。当然使ったものはなくなってしまう。ポーションやエーテルは敵が落とす場合もあるが、偽で売っているので多めに買っておくといい。それと忘れちゃ
いけないのが戦闘不能になった時、宿屋で休むがフィニックスの王を使えば復活するぞ。以上、魔法を使った回復も参照するように。よしよし、半分じゃない。魔法を使ったなんだよ。僕では魔法を使った回復を教えよう。メニューで魔法を選ぶ。回復の魔法が使える味方、つまり回復のマテリアを装備した味方を選ぶ。なお、魔法のサブメニューの中では L1 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 R1 ボタンで味方をチェンジできる。 L1 R1 での味方チェンジはほとんどのサブメニューの中で使える。覚えておくといい。ここでは魔法マテリアをつけた時の魔法、召喚マテリアをつけた時呼び出せる召喚剣、敵の技をつけた時覚えた敵の技がわかる。魔法を選ぶと使える魔法が表示されるので、もしケールが使えればケールを選んだ後、回復したい味方を選べいい。宿屋で MP がすぐ回復できる場合なら、魔法での回復の方が得と言える。以上だ。はい、今回ここまで。まあ半分くらいかな。次回残りの半分読むかな。眠い。